次のコーナーの説明させていただきます。こちらのガチャを1回引いてリーダーに設定し、即〇〇ダンジョンに挑戦、この〇〇ダンジョンについては事前に決める。なるほど。コメントで事前引く前に引く前に結構無理か。出たモンスターによってはどうします？いや、まあ結構チャレンジングですよ。でもやっぱりチャレンジングな方がいって面白くないですか？まだ楽しいですね。チャレダンとかにします？銀とか引いた金やもうシーサーペントとか出たらどうします？シーサーペントやばいな、終わるな。シーサーペント、シーサーペントで見る氷みたいな。闘技場はやばいでしょ。皆さん、コメントをいただければと思います。本日、ダンジョンいろいろございますが、どこに挑むべきかいかがでしょうか？コメントくださいませ。でポージングはするのってコメントがあるんですけれども、まさに、おっしゃる通りですね。この後ゴッドフェスを弾きます。バカだ。で、ポージングゴッドフェスというあの企画を、やろうと思っております。やりたかった。まさかあれを生で、ね、生でやるとは初めてじゃないですか。誰が見たいんだろう。大丈夫で皆さんも、あの見てる皆さんもリアルタイムで当てると。もうさ結構難しいですからこれ。あとはその誰が挑戦するのかもね、この4人中誰が代表者として挑戦するのかも決めない。あ、村井さんじゃないんだ。私はこの後にあのリバティガイストとゼウス297には挑みたいなと思って。おお、まあ、これも持ち回りで誰かがでもいいんだけど。これマルチですか、あのソロですか？完璧ソロ。基本はソロをイメージしてました、ね、基本はソロで、うん、なるほど。今なんかデュエルマスターズコラボとか期間限定で来てますからね。そことかも意外と多いんじゃないですか。どうなんだろう。全員、まあ、全員はちょっと大変かな。時間がですね、こちらのコーナーは一応40分あるので、まあ2人でもいいかもね。なるほど、なるほど。結構コメント見ていてスタージャスティス多いね。スタージャスティス、え、上の方ですか下の方ですか？そこはなんかまあ出たモンスターによって選べるにしませんか。超地獄と下でいいと思う。超地獄なんですよね、下も。下でいいと思いますよ、基本的には。はい、じゃあ1個はスタージャスティス。きた、ジャスティスパンチ。これは出たモンスターそのまんま使うってことですよね。全然詳しいで育てていただいて大丈夫。育成も OK。 育成 OK です。なるほど。何これ、なんか結構番組の時間なくなってきていますのでご注意ください。はい、了解です。俺多色かな、俺だったら。ちょっとこれあれだな、あのポージングが、ゴッドフェス、うん、まあ1人は、まあ、皆アップ番号の皆さんでやっていただくとして、もう1回は鶴ちゃんにポーズだけやってもらいたい。あ、それはいいですね。いいんじゃないですか。見たくてたまらんとですよ、鶴ちゃんにポージングをしてもらうという、はい、僕らはいいとして鶴ちゃん、ね、大丈夫ですか。鶴ちゃんポージングゴッドフェスは知ってますか？なんかあのモンスターのポーズするんですよね。ちなみにつるちゃんモノマネは得意なの？モノマネ何やっても似てないって言われます。何やっても似てない。じゃあビートたけし。バカ野郎。ただ怒っただけ。でもこのイメージ、ただ言い方を出しながらこのイメージあったね。ね、ちゃんとね、叩くはやりましたね。うまかった。はい、でゴッドフェス誰がやりますか？じゃんけんでいきましょうか。じゃんけんでいきましょうか。じゃんけん、勝った2人が挑戦者。オッケーです。いいかい、勝った2人が挑戦者。最初はグー、じゃんけんファイ。おお、なんか挑戦者はリオダリとガル。よろしくお願いします。マジか。つるちゃん時間の関係でもうちょっとで出ないといけないので、はい、この2人がさらにもう1回ジャケンして先行を決め、その先行の端末でゴッドフィスで、それはつるちゃんでいきましょうよ。 OK です。じゃあ、あれガチャは連続で引いてもいいんじゃないですか？そんなことない。ああ、育成のこととかも考えて、はい、確かに、はい、そうですね、そうですね。じゃあ分かりました。まあ、とりあえず先行ここはジャンケンでいきましょう。はい、どうぞ。最初はグッジャケンショイ。はい、ゴールショイ。勝った、はい、両内どっち？先行で。はい、先行。はい、じゃあまずリオナリが、まあ、いわばお手本ですね。お手本この部分が、もう見ちゃダメなのね。ケーブルにも繋がないのね。あ、いや、ケーブルだけ繋いでください、画面には出さないので。で、BGM は聞かせたいね。あ、銀か金かなくらいか、うん、それは聞きたいね。うわ、銀は辛いぞ。意思室ないでしょ。
確率の壁を越えてね、意思がね、俺の端末に。音は出せますか？見ちゃダメだよ、見ちゃダメだよ。意思出たら、とりあえず俺を呼べばいいのかな。俺呼んだら意思って分かる。まあ、リオナリは頑張って、引いた後、まあ、端末を裏返しなんかにしてね。 OK です、はい、そちらのポージングスペースに移動してください。ポージングスペースポージングスペースフィッティングルームみたいな、はい、皆様も一緒にご確認じゃないや、考えてください。いきますよ、引きます。はい、回す。うわ、怖え。え、うわ、え、まさかの銀ですか、そもそもなんですけど。はい、じゃあその状態でまずポージングスペースに移動しましょう。これあるんじゃない？これあるんじゃない？これもあるんじゃない？いや、だから、これもあるんじゃない？過去、僕ら結構やってるからあるよ。はいはいはい、あるよ。だから、わかりました、わかりました、わかりました。これとか、わかりました、わかりました、わかりました。それでは、リオナリ君のポージングまで。いや、だいぶ銀絞られてるよ。はい、はい、いきますよ、ポージングまで5秒前。4、3、2、1。いや、ま、いや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 、早くやれよ、早くポージングしろよ。やってるよ、やってるよ、やってるよ、早くしろよ。ちょっともう一回カウントしてもらっていいですか。いや、もう一回、もう一回ちゃんと、いや、ちょ、はい、じゃあカウントして。3、2、1。どうぞ。だポージングしたよ。なんだ、じゃあこれで皆さん、リオナイが一体何の、ポーズをしているのか。こうかな、こう、抵抗が。いやですね、いや、わかるわかる。コメント欄バーって流れてきて、私もウッドバンとかグリムロックとかその辺だと思ったんですよ。あ、グリムロック銀だし、うんうんうん、ど、でも、あのリオナレの手を見るとウッドバーンな気がしますね。あの翼みたいな、この鍵爪かわかんないけど、あれを表現してるって。ウッドバーン確かね、グーじゃ、あ、ウッドバーンじゃない、グリムロック確かグーとか。あ、グリムロックはもうちょっとこんな感じあるよ、ね、もっとこんな感じありますよ。あ、そうですね、こうなんか翼をこう、こんな感じあるよね、うん。コメントはウッドバーンとか腰の細い人ってありますね。手がプルプルしてきた。これでステッカー娘だったら面白いですよね。それはないだろうな。はい、それでは、パネラーの皆さん、そろそろ、回答お願いします。じゃあせーのでいきましょうか。はい、いいですか。いいですよ、ウの方で。はい、ウの方ですね、わかりました。はい、じゃあ我々の答えせーので発表したいと思います、はい、せーの、ウッドバーン。正解はこちら。おー、あ、でも似てる似てる、さすが似てるよ。あと服がね、ちょうど色的、色合い的に、うん、でも、ウッドバーンでした。はい、ウッドバーン、画面そのままで。マジか。いや、ちょっと待った、やべえぞ、俺ウッドバーンってリーダースキル見た、リーダースキル見たことないよ。え、リーダースキル何？ドラゴンタイプの全プラモエッタ 1.5 倍。あ、耐久耐久、悪くない悪くない、耐久耐久、悪くない、いいよいいよ。ダルシの HP 上がる、上がる、ダルシダルシ、実質ダルシ、実質ダルシ、実質ダルシ、全然悪くない、むしろいけるワンチャン。やば、あまりお時間がございませんので、ガレット君いきますか。じゃあ一回それリオナルさん育成とパーティー戦で。あ、じゃあお了解です、ちょっとやらせてください。次ガルなんだけど、はい、じゃあガルはツルちゃんを連れてって、ツルちゃんにポジティブさせてください。わかりました、じゃあツルちゃん行こうか。じゃあこれ繋いでいただいて、私のミックス一個ずつずれようか。そうですね、じゃあ鶴ちゃん行くならもう自分で引こう、ここだ。いいんですか。いいよいいよ、ありがとうございます。あ、端末は繋いでください。繋ぎますか。繋いで繋いで、で、このポージングを最後に鶴ちゃんがちょっと本日画面からいなくなります。今日最後の仕事ですね。やばいな、これは。スタージャスティス、音届いてますでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、よし、じゃあ引こうか。はい、行きます。いいよ、緊張する。緊張するね。こっちも一緒だよ。おお、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 とっとっと。はい、覚えてください。え、いいな、覚えてください。これ、はい、ポージング覚えてください。え、これすごいね。はい、大丈夫ですか。あの、ここ、ここ結構いいんじゃ。あ、でも際どいな。え、際どかった俺か。だから椅子とか必要だったら使ってもいいですよ。え、パンツ見えちゃう系。いや、そうですね、パンツ見えちゃう系女子かもしれないですね。お胸とパンティーだけね。パンツ見えちゃうのはやばい。え、パンツ見えちゃうとさすがにガラの男になっちゃうので。安心してください、履いてます。履いてます。履いてたらイメージないですね。あ、じゃあ俺これやるよ、俺これ。あ、本当ですか。え、どういうこと。共同作業。え、2キャラいるんですか。共同作業。
だってこれ今すごいヒント出ましたよ。そう、絞られたね。だいぶ絞られた、絞られた。うん、え、これさ、程度であれ進化させていいんでしたっけ。いいよ、そんななってんのかな。いいっすよね。これ足だ。ウッドバーンを進化させるなんて思ってもいなかっただろ。初めて見た。そう、こういう感じだね。こうなるのか。よし、はい、行けます。はい、それではポージング行ってみましょう。スズちゃん、どこまで、どこまで行く。パンツが見えるのはまずいな。やべ、でも足って結構重要なのよ。ウッドバーンに保たれてますね。そう、俺の方に向けよう。びっくりだ。分かった、俺。はい、では5秒前、4、3、2、1。ええ、え？誰？え？どういうキャラ？そんなキャラいないでしょ。そんなにいたっけ？ちょっとあの見てわかる。ちょっと座ろ、うん。あ、ちょっと怖えな。そうだね。横向こう、横向こう。絶対そっち向けちゃダメだよ。で、俺が。え？何？そんなにいたっけ？そんなウェルカムな。そんなにいたっけ？まあ、若干からの方はちょっと。ちょっと小さいですか。まずさ、ミシェル・ウィーじゃねえよ。いや、若干ガルは小さいです。あれさ、どっちが本体なのかよくわかんないな。本体こっちです。あ、え、何それ。え、こんなん、でもヒント欲しいですか。いや、すごくざっくりとしたヒントは言えますよ。でもそうか、一応光フェスだっけ。いや、今、あれなんツリーなんですよ。それがヒントです。それがヒントです。え、今キフェスになったの。はい、それがヒントです。だからあれか、ウッドバーンでできたのが。なるほど、なるほど。うわ、そういうことか。え、なるほど。え、リオナリはそのキフェスに被害を受けたの。持ってかれた。皆さん結構見てるモンスターだと思いますよ。さあ、いやだってコメント欄見ても誰もピンときとらんぞ、これ。さあさあ、回答いきましょう。足なんだよな。はい。多分、ガラの方は生き物なんじゃない。あ、そうそう、かもしれないね。はい、5秒前。え、分かんない、分かんない、分かんない。3、2、1。はい、時間切れです。はい、それでは正解はこちら。えマジで。ありがとうございます。鶴ちゃん、ちなみにこのモンスターはだな、星6のフェス限キャラで、今あのハラミンさんが頑張ってるモンスターのリーダー、超強いモンスターだ。なるほど、ガルさん、これね、立ち位置逆でしたね、カメラから見た。あ、それ、ごめんなさい、立ち位置ね。ごめんなさい、立ち位置、皆さん申し訳ない。引き強え、くそ欲しい。ありがとうございます。なんか今回すごくフェスゲンが結構出るということで、え、めっちゃ欲しい。シェリアスルーツもね、弾いてる方も結構いらっしゃいますからね。皆さんどうぞこれを一発で変えて。はい、じゃあちょっとステータス改めて見てみましょう。きます。これまあぶっちゃけ育ってるカエル使えばいいよね。あ、それ OK ですか。え、OK、それでももちろんいいですよ。かしこまりました。あ、つるちゃんごめんね。はい、こんなんで、ね、十字にしてダメージ半減。これリオナレ超面白い。いや。はい、というわけで、つるちゃんがここで今日は退場ということになります。はい、ありがとうございました。はい、つるちゃんどうもお疲れ様でした。さようなら。お疲れ。すいません、ですね、ちょっとポージングゴッドフェスやりすぎて時間がなくなってしまいました。え、マルチで行ってください、2人が。嘘だよ。わ、いい、ちょうどいい。嘘だろ。ちょうどいいよ。相性バッチリ。相性最高。ガルちゃん、ありガルちゃん、ウッドパン。マジで超いいじゃん、もう完璧だよ。ガルちゃん、ドラゴンで染めないとダメだよ。ドラゴンですね。ドラゴン 1.5 倍だから。ドラゴンで染めて。ちょうどいいよ。ドラゴン。じゃあちなみに僕パーティー組んでたんで、ちょっとそれ見せてもらっていいですか。出してもらっていいですか。ちょっと待って、今出せますか。組みました。パーティーの名前、最強ウッドバーン。最強ウッドバーン、これ僕が組める中で最強のキードラゴン軍団を連れてきました。で、何気にこれ封印もちゃんと 100% です。おお、ウッドバーンはレベルマ覚醒させました。おい、ウッドバーン、フォレストバーン、森になりました。プラス…舐めてんの。いや、プラスはマジで勘弁してください。舐めてんのそれ。プラスはマジで勘弁してください。マジで。いや、ち
プラスは勘弁してください。さすがにちょっと最強最強ウッドバーンパーティーでそれ。いやプラスは本当に勘弁してください。それありそれ。プラス入れたらノリでなんかピーも入れてみたいな感じになっちゃうと思う。それは本当にやめてください。数えが効かなくなる。数えが効かなくなるんで。いやだよ。いやピーツッコミは意識低いとかさ、ツッコめんのか逆に。プラス？プラス行く？まあウッドバーンぶっちゃけ放送終わったらほら。放送終わったらほら。ちなみに言っていいですか？え、出たんですか？いや、楓出たのいいなと思って今引いたら、はい、ロビンフット出た。カニゲン？すごい。ロビンフットめっちゃ強い。いや、めっちゃ強いです。ちょっと僕よね、強いです。どうしよう。俺はもうしげしげにもう超強いって言われて頑張って、ちょっと一回端末外します。村これの時に聞きました。いわゆるリュービー、まあ、いわゆる今流行ってるリュービーディオスだと雰囲気が足んないんですよね。であロビンフトサブ、ロビンフトサブで、あロビンフトって木のルキアなんだ感覚としては。うんうん、はあとエンハがほぼ常時かかるみたいな感じなんで、ほぼほぼ 1.5 倍が常に乗るマジみたいな。僕のパーティーをもう一回出してください。どうすか？ん？どうした？ねえ、なんで？なんでなの？言ったじゃん、あなた。どうしたの？P はちょっとな、いろんな。さあさあ、早く組んであげて。はい、行きます。あ、オッケー。じゃあどこに行きますか？ P の、そうか、まだゴストメスやってる。どこ行きますか？どこ行こうか。え、あそこあそこ。スタージャスティス。ジャスティス。はい、じゃあ頑張ってください。あ、ジャスティス。じゃあ一回画面落としてもらっていいですか。スタージャスティスいけんのかね。一回、あの強いからね。リオナリさんと俺、実はマルチでやったことあるんですけど、うん、あの火力あんま出しすぎないで、出しすぎないでって言ったところで彼が思いっきりコンボしなくて、あ、スタージャスティス いけない、全属性必須じゃんこれ。あ、じゃあ変えましょう。チャレ7いこうか。はい、チャレ7にしましょう。9はちょっと、9はね、無理ゲーム。チャレ7、うん、はい、チャレのだったらワンチャン回復ねえんだよね。でもね、いやほら楓さんが、あそうか、回復ないと十字消しできないから。あ、回復ないとダメじゃん楓が。はい、そこはもうなんとかしましょう。なんとかじゃあ、え、いける？時間ないんでなんとかしますよ。マジで？はい、じゃあ大丈夫かな、準備大丈夫か。全部ドラゴンで染めてこいという要望だったので、まあ、そうしないとスキル出ないからね。はい、ドラゴンに染めてきました。そうだ、回復ないなら作ればいいんだよ。うんうんうん、作れるのがペルセウスしかいないですね、ガルの手持ちは。いや強そうに見えるよ、ほんと強そうに見える。でも強そうでしょ。オール297じゃん、リオナリ。そうっすよ、パッと見めっちゃ強そうじゃん。オール297新フェスゲンかって思うよね。俺一体も297だよね。この四角のアイコンだけ見るとフェスゲンのね、あるよね、風格が。ないか、行こう行こう、行きます。挑戦します。挑戦する。あれ、劉備ってそういえば回復消しません？そうだ。気のせい。さあ、行こう、ひよなりさん。パズルを楽しもう。これでもさ、俺さ、なんか、アラフィンがすごい、うん、涙流してるけど、どうしよう。いや、ね、僕ちょっと見ちゃったんですけど、ハラミンはすごくいい調子で最高の状態でボス戦突入したのに、最後のあの変換の偏りで、あのコンボ数が制限されてしまったんですね。しげしげ、モバイル。どう組んでも3コンボしか作れない状態になっちゃって。ヨナリさん、だからちょっと、はい、がっつり任せます。ちょっと次のパーティーについていろいろとしていきます。任せてください。任せたも俺ちゃんと頼みますよ。さあ、ヨナリさん、俺あの今回復を残してはいはいはいたので、ここ回復消さなかったら負ける。あ、回復をちゃんと十字消しできなかった。え、これ先生来るのかな。いや、回復十字してもね、これ火力出ない。楓、楓使う？いや、まあ十字消しすれば耐えれるんじゃね。だって全パラメーター 1.5 倍アップっすよ。そうだよ。
舐めてですか。 HP6 もあるもん。この端末充電大丈夫ですか。充電今しました。大丈夫です、まあ、使うならヘルスエース。いや、充電します。いきます、いきます。うわ、怖っ。10時怖え。いや、なんかこういうね、パズドラの番組に出させていただくというのはすごく光栄なことですね。あ、3コンボ。ちょっとえ、あ、でもすごい回復力。今十字消し3コンボだけでさ1万2000回復しよう。やばい、十字消し。さすがオール297パーティーじゃん。これどうするんですか、リオナさん。これ変えて十字消しとか変えていこう、変えていこう、変えて使おう。ためらずにいこう。ちなみにウッドバーンのスキルってなんだっけ。やべ、で、なにこれ抜き抜いて、ドロキュー威嚇か。抜きに行こう、抜きに。あ、これ変えてでも十字消し足りなかったわ。すまん。え、ちょっと俺これ火が、いや、十字消しあるある、どうか、あるか、どんどん行きます。これ攻められる、多分火が十字し、やばい、火、ごめんなさい、火入れちゃった。まあ、ウッドバーンが、リオナリのウッドバーンが頼む。ウッドバーン行け。ウッドバーン頼む。ウッドバーン無理だろ、3体が、3体いると。ウッドバーン楽しくなってきたちょっと待って、回復が、回復がほぼないと火力が出ないんだって。どうしよう、これやばいよな。あ、フォレストバーンなって言われてますね。あ、そう、フォレストバーン、フォレスト進化したから、ね、ペルセウスまであるよね。ペルセウスまであると思う。ペルセウス、まあ火を回復なので、ペルセウス使う。え、逆にこれ抜けないっすか、ダメっすか。いや、これ多分抜けないと思う。キー44とかダメっすか。キー44、いや、キー44無理だろ。いや、だってだ、まずキー44抜ける抜ける抜ける、一色ない時点で落ち込まず来やすいじゃないですか。で、キー44のジャンジャンコンボをして、キー44のジャンジャンコンボ、そんな外野強くないでしょ。てかさ、リオナリさんさ、指積んでるね。いくぜ。うん、したっけ、これいけるよ。いいんじゃないですか。お、いいんじゃないですか。お、お、神よ、近く、神よ、やった、いけ、しゃあ、そういったんじゃない。やったぜ、3.5倍。オッケー、フォレストバーン、ナイス。よし、お、な、またバインド、お、来た、なるほど。バインド回復入れてないんだよ。バインド解くっていう手もあるんですけど、どうしますか。あ、俺も食らってんの。え、なんで食らってんの。さっきガイアに食らった。あ、ガイアに。え、でもなんか劉備どうすかな。でもどっちも解かなきゃならないんで、何本か消しましょうか、うん、全体与えて。そうですね、3だからね、残り、うん、そうしましょう。全体攻撃で、あ、やばい、さっきのパーティーより指が、バインドされてるから余計今違うのか。ああ、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 これやばいな、これ大変。もうシルビーいっちゃう。シルビーまであるな。シルビーいっちゃう。シルビー、いや、でもシルビー使ってもな、バインド回復できないからな、このパーティー。次殴るしかない。え、ペルセウスが戻ってくればあのできるんで、火残してくれたら俺回復でやりましょうか。そうしよう。いきます。あ、まあ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 、まあ、いいんじゃないですか。よし、火入れればペルセウス、ちょっと、え、俺のペルセウス戻ってきてない。見て、ビビ、それマルチだね。ペルセウス使えばっつったらペルセウスがいい。フォレストバーン威嚇あり。あ、威嚇打たせてもらっていいですか。ちょっと待って、お、ちょっとフォレストバーンのスキルにしっかり確認して、うん、しっかりね。グランドハウル、敵の行動を一旦遅らせる、キドロを強化。一旦威嚇のドロギョね。はい、
まあ威嚇すればねワンチャンあるけどね。はい、それか俺スサノオを使うこともできます。ここでスサノオは先生とか来ないですか。俺次スキルにしとけばそうだな。スキルマスキルか確かに。スキルマにしようよ。すいません本当にすいません。どうしますか。まあ、ここでそんな時間使っててもあれなんで、じゃあスサノオとか使いますか。そうだねスサノオ行こう。そうですね行って行きます。気が落ちろ気が落ちろ、うんうんうん、ドーン。いいね片方ターゲット左ターゲットしました。耐えれる。うん来た。えで来た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 。これシルビーまであるな。んペルセウスは。ペルセウス行くか、うん、ペルセウス行きます。ペロちゃんペロちゃん。 OK いいよ行きます。うん十字る。え十字十字って言った瞬間ピタッて止まるなよ。十字行くか行きます。でも相手次3ターンなんで別にそこまで焦らなくても大丈夫とは思います。左に行った。ここに来た。いいんじゃない。ああ木はね2コンボ組まないと楓の倍率に。あ、そうかそうか。まあまあここは、うん、1位で。うわ指奪われた。指奪われた。まあ水なんでね。これここもう劉備使っちゃう。そうですね劉備いいですよね。じゃあ劉備いきます。列もあれ割りたんのかこれ。うんやっぱりこれでどんなもん行くか結構行くんじゃないですか。これでも行く行く行く。あ、うわー、パパパパパパ。いいですね。あれこれはいける。いけるいけるいける。さすがにこんだけ木があれば。ああ大丈夫大丈夫。嬉しいやつだ。ちょっと削ろうちょっと削ろう。で、この子は回復も作ってくれるので、ね、4-4ぐらいでいいんだよ。4-4ぐらい。3-3-3はいい。3-3-3でもいいよ。で、万が一削りすぎてもこの HP は絶対死なないです。あ、ウッドバーンも OK、いきます。うわ、いいコンボ。エース。うまい。おお。今年一番。ありがとうございます。やべえ、見せてきたなちょっと。お、いいお、ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいいよ。マジかよ。ちょうどいいよ。見せてくる。いい削りだよ。これどうしようね。ペルで抜きに行きます。ペルか、まあ次最終フロアなので。ティガー。確かにペルセスある。はい、ペルセウス使って十字組んで。ス猫。それか、ね、猫使います？今の回復見たらなんかいけそうな気が。いけそうだよね。そうですね。じゃあ使い。今4つ消しなかったから。全ドロップを非気ドロップに変化。ドン。お、いいじゃんいいじゃん。これ列の方がいいかもね。列二列。組む三コンボ、うん。なるほど。2列にはしない。まあ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 、まあ、抜けコンボってちょっとどうかな。うまい。もういった。まず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 しゃ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 こいつか。あお前かこいつか。ちょっと待ってよ。あ、回復作ってくれた。おお、これは。いやでもちょっと変換ない。あ、でも回転2枚使いますか。待って、そうか、フォレストバーンがあるんだ。威嚇あるのか。 50% だからな。あ、じゃあ威嚇があるのであれば、あの威嚇をしてもらって。いや、威嚇効かない。あ、そうか、威嚇効かない。シルビーシルビー行っちゃう。シルビー行っちゃう。とりあえず行っちゃう。うん、行っちゃう。シルビーありだよね。行っちゃう。いや、コメント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 は向こうで5ターン取れてからやな。あ、なんでウッドバーンは使わないですよね。うん、あ、そうだね、そうだね。ウッドバーンは使わない。シルビー行って返しのターンでリオナリが変えて変えて使っちゃえばいいんじゃない。え
俺が、うん、変えて変えるとあとなんだっけ、うん、エンハンスいっちゃう。え、そんないっちゃう。そうそうそう、シルビーってちょうど半分ぐらいいけるよ。いきます。じゃあシルビー使います。よし、頼まっせ。すげえ盤面きた。すごい盤面きたね。行こう、ガー行こう。十字入れます。十字入れたいけど、まあ多分死なないと思うんだよね。カエデ使う。カエデまであるか。いや、カエデだった。まあカエデね。頑張ります。うん、はい、十字いきます。うん、1個。オーケー、はい、危ねー。あ、列とかないけど。まあ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 、まあ、いや、まあ、むしろない方がいい、ない方がいい、ない方がいい。そうか。さあどう。半分半分。お、ちょうどちょうどちょうどいい。いいよ、リギナーから来てるよ。光吸収。え、光吸収。光、一旦光吸収。一旦光吸収。一旦光吸収。あ、光いなかった俺、あの楓しか。おお、いいんじゃない、いけるいける。じゃあペル使いますね。ペル、そうだね、ペル、うん、ペル楓。ペル楓ですよね。ペル楓、ウッドバームいっちゃう。うん、これ行きましょうか。おい、これあるぞ。ウッドバーン行きますよ。これパスして価値はもうありでしょ。あ、そうしますか。じゃあフルフル使っちゃおうか。いいっすよ、もう持って。あ、ダメだ。あ、ぶねえ。そう、リオナリさんはサブに光がいるので。だし、ガルが最後になっちゃうから。俺ダメだね、絶対吸収されちゃうから。ここで決めなきゃ。でも木だよ、生きるかな。まあ、一回パスして価値は使って、もう一回パス。あ、なるほど、パスがいい。あ、それあり、それあり、それあり、それやろう、それやろう、もうやるだけやろう。やるだけやろう。フルボッコだ。よっしゃ。じゃあもう楓も使っちゃってさ、リオナリ。あ、そうです。楓価値は使ってパス。はい、で、光とか減らしてほしいので、いくつか。じゃあ変えて使います、はい、お願いします。変えて勝っちゃうと行こう。きた、俺の必殺技ドラゴンサポート。発動、まさにサポート。あ、先生聞いてませんでした。ちょっとリオナリ照れがあったな今の。今後、あ、まだまだ俺の必殺技パスとかいいっすよ。パスパス、ちょっとかっこよくパスして。リオナリこっちか。俺の必殺技パス。やっぱ村井じゃないとダメだな。そうですね。なんでウッドバーンにプラス振ったの。この野郎。じゃあ行きますね。決めよう。はい、確かに発、発動。右四つ消ししたね。右四つ消し。あー、くそ。あ、四つ消しになっちゃった。大丈夫大丈夫、これで抜けるでしょ。うーん、ウッドバーン。すごい、いけた。すごい、カエデが強いね、これ。いやいやいや、あ、じゃあ違う違う、フォレストバーンが強いんだよ。いや、カエデ強かったんですよ。よかったか。いや、カエデですよ。いや、コメントにもありましたけど、勝てるもんですね。ああ、意外といけたな。でもこれは面白かった、297がすごかったなって。フォレストバーンのプラス効いてない？50% 超えのやつとか、フォレストバーンの聞いてない？で、今からフォレストバーンを誰かに突っ込むんですか？食べさせるんですか？あの儀式があるんですか？いや、次回のこの企画の時に取っとけばいいんじゃない？ブリじゃん。いや、ブリ。いや、こっからさ、ほら、ブリ、村井さんはブリで、うん、リオナリはフォレストバーン。あ、フォレストバーン時代。いや、ブリよりきついだろ。ブリよりきついだろ。もう 1.5 倍だぞ。実質話だぞ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。俺なんか解きますキルマですよ。はい、というわけで、いよいよ最後のコーナーです。行きましょう。